こんにちは、花房ひづきです。今日は糞瘤、アテロームとも言われている病気ですが、それについて解説したいと思います。糞瘤というのは、皮膚のあらゆるところにできる、コブ状の、病気でして、皮膚の良性腫瘍の中では最も多い、皮膚疾患です。皮膚に内向きの袋ができてしまって、皮膚の中に内向きの袋ができてしまって、その中に角質や赤が溜まっていく病気です。この、糞瘤は治療法は手術しかなく、これまではそのコブができたところを、縦に細長く切って縫い直すしか方法がなかったんですが、今は小さな穴を開けて、そこから糞瘤をくり抜くといういわゆるほぞ抜き法、くり抜き法と呼ばれる方法が開発されています。ぜひ、お困りの方は近くの皮膚科にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。